このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、イエーイ星チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマン尾崎です。今回は再現で扇風機を使うので、この押し入れから出して扇風機を一生懸命掃除しております。今回再現していくのは陽一式特製金魚の冷やし中華です。それでは材料を用意して魚介のタレを作っていきます。今回は昆布と冷凍のハマグリとアサリ、そして干し貝柱で出汁を取っていきます。少しの日本酒と、そしてお水を入れ、塩をちょっと加え、そして煮出していきます。沸いてきたらアクをすくい、エビを茹でていきます。エビは茹ですぎると硬くなってしまうので、絶妙なところで取り出していきます。衣はしっかりと貝の味が出たら、ザルでこしてスープを冷ましておきます。それでは金魚の胴体になるエビを剥いていきましょう。まあ金魚って言っても、この赤っぽいのはこのエビだけなのが気がかりでしょうがありません。アサリとハマグリも具として使うので、殻から外していきます。ではザーサイをフードプロセッサーで回して粉末状にしていきます。このザーサイに桜エビの粉末を混ぜて粉状にしていきます。それではアスパラの皮を剥いていきます。皮剥きでやると剥きすぎてしまうので、プロは包丁でやることが多いです。昔はキュウリはヘタの部分を切って、こうやってこすってアクを抜いてきましたが、最近のキュウリはあまりこすっても白いアクが出てきませんね。もう品種改良されてるんでしょうか。あんまりこういうのをやることもなくなりましたね。キュウリは尻尾などの部分に使うので、少し飾り切りを入れていきます。ヒレや尻尾をイメージしてちょっと切っていきましょう。それでは麺を茹でていきます。今回は使う麺はトップバリューのごこぞの縮れ麺です。沸騰させたたっぷりの湯で茹でていきます。麺が茹で上がったら、そのまま洗わずにバットに焼け、ごま油をまぶして扇風機で強風を当てて冷ましす。気分は TM レボリューションです。夏の台所はもう暑すぎて汗だくですね。僕には夏を制することはできなそうです。お箸じゃ埒が開かないので、手袋に切り替えて冷ましております。もう絶対洗ってぬめりを取った方がいいと思い始めてます。この冷ました麺にザーサイとエビの粉をまぶしていきます。それでは金魚になるように盛り付けを開始していきます。口と尻尾と、あと横のエラみたいなところとかにもキュウリを置いていきます。よくわからないところは漫画を見ながら再現していきます。うずらとチェリーで麺を作り、全体的に貝の出汁のタレをかけてあげれば、陽一式特製金魚の冷やし中華完成です。まあ金魚っていうよりエイリアンとかそういうものに見えますけどね。それではいただきます。陽一は貝の出汁の繊細な味を薄めないように、洗わず扇風機でやったり、エビの粉の粉末を混ぜたりしましたが、エビとザーサイの粉末の主張が過ぎて貝の出汁の味が全くわかりません。水で薄まるのが嫌だったら、ゼラチンとか入れてジュレにするとかして、普通に水洗いで麺を加工した方が良かったんじゃないかと思います。具もエビとキュウリとアスパラなので、劇的に味変するものがなく、結構途中で飽きてきますね。紅生姜とかトマトとかで金魚っぽい赤を入れつつ味変できる具材がないとちょっときつい気がします。こういうのは見立て料理と言われるのですが、冷やし中華っぽい具材でもっと金魚っぽい盛り付けできないかやってみることにします。あえて麺は2つに分け、2匹の金魚にします。真ん中のアスパラは海藻のイメージですね。トマトとパプリカの赤で全体をかたどり、もう一匹は錦糸卵と黄色のパプリカで黄色い金魚にします。途中で味変できる紅生姜などもちらし、そしてフルーツトマトでちょっとデメキンっぽいような感じの天長岩と言われる金魚風にしようかと思います。そして口はチェリーでかたどりました。カニカマで背びれを作って、ジュレで固めた貝出汁のソースを飾っていきます。チャップマン式特製金魚の冷やし中華完成です。まああんまり可愛くないですね。
ではいただきます。うん、やっぱりいろんな食感と味の具材を入れた方が冷やし中華としては美味しいですね。ただこれ致命的に麺の味付けが美味しくないです。うん、なんか普通の麺でやった方が絶対美味しいような気がします。やっぱり麺は洗うべきですね。やっぱり麺がボソボソでタレをほぐし水のように使っている感じになっちゃいますね。ジュレで固めても塩の強い麺の味に負けてしまって貝の味がわかりません。これもエビの粉で麺を打った方がいいんじゃないかなって気がします。今回全員冷やし中華再現しましたけど、これ下永さん勝ってないですかね。それでは今回の研究結果です。やはり麺は水で洗って冷ました方が圧倒的に美味しいです。エビの粉は絡めるよりそれで麺を作った方が美味しそうです。きゅうり、アスパラ、エビでは味や食感が単調になりがちで、やはり紅生姜やカニカマ、錦糸卵などいろんな食感があった方が美味しいです。金魚を冷やし中華で可愛く作るのは結構難しいですね。要リベンジって感じです。今回紹介したミスター味っ子、今回で冷やし中華対決の再現すべて終わりましたね。その前はカレー勝負の方をやってます。さらにそのもっと前にはカズマとのピザ対決の動画も出てるので、そちらも見てみて改めて味王グランプリのエピソード読み返して本当の勝者は誰だったのか思いを馳せてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回からミラーレス一眼で撮影を行っております。気づいた方はいたかもしれませんね。まだまだ十分に機能を使いこなせてないんですが、どんどんとレベルアップしていきたいと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。